ルドルフ・ニール・リッヒは、オーストリア、オーバー・エスター・ライヒ州バートイシュル出身の元、アルペンスキー選手。ルディ、星の王子様の愛称で、国民的人気を博したが、交通事故でわずか25歳でこの世を去った。ニール・リッヒは、オーストリア・オーバー・エスター・ライヒ州に、家具職人の子として生まれた。幼少の頃からおとなしい性格ではあったが、 スキーを始めるとその才能を徐々に開花させていった。1984年にジュニア世界選手権で優勝し、翌シーズンからオーストリアナショナルチーム入り。途中軍役などを経て1988年に FIS ワールドカップシュラドミング大会の大回転で初勝利。1988年カルガリーオリンピックでは大回転で5位入賞。 翌1989年にはアメリカベールで開催されたアルペンスキー世界選手権の大回転、回転の2種目制覇を成し遂げる。同シーズンでは日本で行われたワールドカップ2大会においてもフラノ大会で大回転、シガ高原大会で回転を制している。1991年、地元オーストリアのザールバッハヒンターグレムで行われた 世界選手権で大回転に連覇を達成した。ワールドカップ通算発祥。このシーズン自己最高の総合3位となった。同年5月18日、ニールリッヒは自動車を運転中にカーブを曲がりきれず、道路外に転落市民家に激突して亡くなった。ありがとうございます。